わお。知ってた？え、知らなかった。このもやめましょうか。はい。そしたらね、実はおじいちゃんからお返事が来ています。このお手紙。そうなんですか。そう。わお。そうなんですか。え、どん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 。えぇ、ー、なんかすごい。やばすごっ。すごい。久しぶりの美咲の手紙ありがとう。2ヶ月ごとのニコピチの本発売が楽しみ。美咲の写真見るとおじいちゃん元気になる。今年は月が咲で、あちこち配ったり、ばあちゃんと2人で毎日食べてビタミン C を補給しているよ。美咲も食べてもっともっと美人になるよ。花木の植木は土肥料を水に注意することが大切。何より花木にも愛情を持って毎日見守ってあげようね。この頃おじいちゃんフラフープの練習をやっている。上手になって美咲に負けないようになるぞ。正月に帰ったら勝負しよう。楽しみにしているよ。やっぱ LINE とはなんか気持ちの伝わり方が違います。違う、え、なんかいつもだったら普通に会話しているだけなのに。あ、そっか。手紙で伝えられるとなんか、恥ずかしい。どんな感じ？なんか楽しいですね。楽しい感じか。そしたらなんとオバリンからお返事が来ております。はい。じゃん。知ってた？いや、知らなかった。はい、どうぞ。あーちゃんへ、お手紙ありがとう。とっても嬉しかったよ。なかなか会えないけど、いつもニコプチの雑誌を見てあーちゃんが頑張ってるのがとても嬉しく楽しみです。体調に気をつけて、これからもみんなに笑顔を届けてね。応援しています。オバリンより。嬉しいです。なんか、お手紙をちゃんと読んでくれたんだなって思ったのと、あとやっぱりなんか体調とかもなんかしっかり気にしてくれてて嬉しかったです。そしたら実はお姉ちゃんからお返事が来て。シナモンの。シナモン好きなの？好きなんです。あ、そうなんだ。みんなへ、悔やみありがとう。小学生の時もよく書いてくれて、くれてて久しぶりにもらったから嬉しかったよ。モデルの仕事もそうだけど、本当に頑張ってると思う。家でも笑顔やポージングの練習をしたり、食べ物には気を使ったりしてて、どれ？気を使ったりしてて、陰ながら。陰ながら。あ、陰ながら努力してるの。一番近くで見てます。一人で東京にも行けるようになってびっくりしてるよ。そんな今が雑誌に載ってたり、イベントで頑張ってる姿を見るとめっちゃ嬉しい。悩みとかあったらいつでも話聞くからね。これからもずっと応援してます。はい、と。どうですか？お姉ちゃんから手紙って、幼稚園ぐらいからずっと待ってなくて、幼稚園からすごく嬉しいです。なんか衣装の宝物。衣装の宝物。ずっと持ってたいなって。そしたらですね、実はお返事が来てます。はい、どうぞ。めっちゃ書いてるじゃん。読んで。やばい、泣きそう。るっちゃんへ、お手紙ありがとう。とても嬉しいです。そしてママの元に生まれてきてくれてありがとう。平成18年8月8日夜の8時にるっちゃんは生まれました。蜂続きで何か起こる予感がしました。のびのびと周りに流されずに前に進む姿が小さいのにすごいなって思いました。
ドルのお仕事になると、どんなに朝早くてもシャキッと起きて支度する、とても好きなんだなと感じています。好きなことに全力で取り組むことができるので、できるのはとても幸せなことです。そんなるっちゃんを間近で見ることができるママもとても幸せです。これからも体に気をつけながら、るっちゃんに関わってくれる方々に感謝しながら頑張っていきましょうね。笑顔いっぱいで。ママはるっちゃんの味方で一番のファンです。るっちゃんの笑顔守る会会長ママより。あ、どう？いや、泣きそうですね。泣きそう。なんか改めてなんか手紙でなんか読むことがないから、うんうん、すごいなんかね。読むことないもんね。パパのもあるからって言っちゃう。パパのも読みましょうか。はい、まず、ルキへ。パパとママへの手紙ありがとう。今日はチーズ入りのたこ焼きを職人のようにカリカリ作ってくれてありがとう。パパの部屋に来ていろいろお話ししてくれてありがとう。家族の誕生日パーティーの時に司会やバースデーソングのリーダーをしてくれてありがとう。モデルになると言ってそれを実現する力強い姿を見せてくれてありがとう。パパと仲良くしてくれてありがとう。いつもたくさん感謝しています。これからも体に気をつけてたくさんのことにチャレンジして頑張ってください。心より応援しています。パパ。もう手紙もらった瞬間から、うんうん、あ、書いてくれたんだなっていう嬉しさもあるし、うん、その思いのまま相手に受け取れるっていうのがすごい、うんうんうん、なんか手紙ってすごいんだなって思います。